タレント久保ひとみさんが昨日、菊川市の一日警察署長に任命されました。全国地域安全運動の一環で菊川警察署の一日署長を務めたのはタレントの久保ひとみさんです。久保さんは菊川警察署管内のパトロールや信用金庫の利用者へ特殊詐欺被害の防止について呼びかけました。久保さんは追いかけ活動で防犯意識が向上してくれたら嬉しいと話していました。